YouTube 定番裏面工作。今日はドドンパチ大復活のカタログの裏にあるちょっと大人な工作にチャレンジするよ。早速作り方だよ。作る前に1枚コピーしておくと後で見比べられるからコピーしちゃおう。パーツを外側の線に沿って綺麗に切り取ろうね。うわぁ、お姉さんちょっとめんどくさくなってきちゃったよ。お兄さん、やっといて。ふぅ、できた。みんな、切り取れたかな？パーツは、右足、左足、スカート、おパンツ、サイコロ2つ、上半身紐、ボードの9つ。全部あるか確認しようね。次に、切り取ったパーツの赤い線をカッターで切ろう。それじゃあ次はいよいよ組み立てだよ。まずは切り取ったパーツを折っていこう。黒い線は山折り、点線は谷折り。折る、折る、折る。ふぅ、もう疲れた。でもお姉さん頑張る。それじゃあパーツも全部折れたら組み立てていこう。切り込みに対応した場所 A なら A に差し込んでいこう。最初に撮ったコピーを見ながら進めると分かりやすいよ。完成！それじゃ、早速遊んでみるか。手にこんな感じでつけていこう。普段着を着るように、おパンツ、スカート、上半身、足の順でお願いします。んで、こんな感じ。顔はいいでしょ？ボードを置いて、サイコロを振ろう。なるほど。もう一丁、もう一丁。いやーん、おっと残念。スカートが破けたり体が壊れたら負け。はい、じゃあみんなで遊んでみてね。今日はここまで。